と、前から言ってたし、自立支援業。つまり、精神病患者がね、地域に溢れてきてる。もう精神病院に入院してへんねん、お前。まあ、よっぽど人前に出されん現象が出てるとき、まあ、入院するでしょうけど。まあ、だって社会問題し。で、行政上の措置やからね。ほとんどが。あるいは、入院はね。で、ほとんど、そんで、今はね。だって入院減らしてるもん。ね。で、それと、あと、まあ、行政上の問題でしょ。精神病患者が地域におるの。ね。そういうのに地域に丸投げしてきよったわけだから、まあ政府がね。だから地域に精神病患者が溢れてる。ね、それはまあ、類推するに、類推ちゃうわ。想像するに、もう家族が手を焼いてる。手に余ってるってことね。家族の手に余る。家族が手を焼いている。つまり、家族が再教育できない。だってその家族以下そういう子になったんやから。再教育なんかできるわけない。家族ごと再教育せなあかんから。障害者の診断を持ってない家族であっても、家族ごと再教育せなあかんでしょ。それ難しいやろ、向こう健常者と家族が。なあ。だから、地域に丸投げするしかなかったやろ。でもなんかもうたまらんで、だから、保証金もないね。地域には、地域社会に。一切そんな保証もなく。ただ丸投げしてきよった。いきなりインベーダーみたいなの現れたのもんやねん、実は。どこのお坊ちゃまお嬢ちゃまかわからん場合が多かったから。どこの親戚かわからん状態やもん、もう。だって。ね。だいたいみんな同じ人格になってるし。実はね。ストーカーみたいな人格やっぱりなってんねん。まあ、ストーカー系がめっちゃ多いねん。精神病患者って。で、そういう連中の再教育を地域に委ねたって解釈するしかないやん。な。だから、うちは、精神病患者の再教育を目についた時だけね、気になった時だけ、ズバッてやったって。一言、ズケッて言ったって。当たり前やろ？地域に出てきてるってことは、ズケッと言ってくださいって意味やし。それはネットでもそう！ね。ネット社会も社会って名乗る以上は、社会の類型にネットもなるんやったら、ネットでも、ネットにその精神障害者が現れたら、ズケッ再教育したらなあかんねん、社会教育をな。でしょ？ネット社会だけ、地域社会みたいな、本当に伝統的で純粋な社会構造から乖離してるんやったらね。知らんけど、乖離させたらあかん類のもんやから、ネット社会すらね。だから、ズケッとズバッシッと言ったることにしてんねん。ズボッてのズバッシッって、ズケッって言ったことにして。ズケッって言うわけ。バッサリ切ってはいないで。あんたらはいつもバッサリ切るけど、うちはバッサリ切ったりはせえへんで。ズケッって言ってるだけやから。ね、図星だけをグザッとついてるだけやから。図星以外はついてません！身に覚えのないようなことは、一切、あの人たちにはうちは言おうてない。でもあの人たちは、身に覚えのないこと言われてきたかもしれないし、そして何よりも、図星を必死で隠してきた人たち。さあ、ザバッサリ、切る方が正しいか。身に覚えもないのに、ザバッサリ、身に覚えもない理由でバッサリ、切られる。方が、正しいか。身に覚えのあることだけ、図星を、ズボッと、ズケッと言ったったら、そっちの方がいいのか、どっちしか選ぶしかなくなってくんで、社会騒乱化していったら、精神病患者の乱狂っていうか、超安全って爆音行為なんか典型的な精神病患者の代謝行為やろ。代償みたいな。すり替えて、ああいう風に表現しとるん。責任転嫁の典型やし。じゃあ、あいつらの家族ごと、そうなんちゃう？でもそうなんやん。な、この、うちの動画見たら、連中の家族が発狂するかもしれんや。な。で、医学上の精神病に陥るかもしれん。健常者やったのに。ちゃうで、診断次第やから、そんなもん。な。精神病の診断持ってない健常者いっぱいおるってことが、ついにみんな分かっちゃうんちゃう？その方が、
精神病患者嬉しいから煽っとんのかもしれんけどな。しっかり考えてみてな。